そう、あのさ、筋肉始める前にさ、言いたいことがあって、別にあの、言いたいことって、なんか、告知とかでもなく、別になんか、愚痴とかでもないんだけど、なんかちょっと悲しかったことあって、今日みんなさ、ちょっと言いたいことがあって聞いて。あのさ、電気屋さんにさ、電気屋さんに行って、ここにさ、新しいさ、スピーカーが欲しくてさ、スピーカーが。で、スピーカー欲しいなと思って、でもなんか場所がわからんくて、なんか初めて行った電気屋さんでさ、でもそのお店の店員さんにさ、すいませんって、スピーカー欲しいんですけど、どこにありますかって言ったら、え？って言われて、パソコンとかに使うスピーカーが欲しいんですけど、って言った。スピーカー、スピーカーって、スピーカーねって言われて。そう、なんか直ってる、なんか直ってるがゆえに、全然聞き取ってくれんくて、もうちょっとね、苦戦をした。は？え？って言われたことがすごいちょっと、やっぱショックで、やっぱなんかね、ちょっと、日常生活に、ちょっとね、師匠が起き始めているから、ちょっとでもね、なんか、普通に戻ったらいいなと思っています。まあ、それを今日みんなに伝えて。スピーカーで通じないの、店員が悪い。みんな、味方してくれてありがとうね。いや、こうでもなんか早口で言っちゃったら、なんかね、人見知りだからさ、なんか顔も見れんくてさ、下向きながら文字文字聞いちゃったからさ、それも多分悪かったと思うんだ。文字文字してたから、それもね、良くなかった。ありがとう。あ、大志さん、なんまり好きだよー、わーありがとう。そんな素敵な言葉、プラスお金ももらえて、コロナも幸せ、もういいやん。スピーカーおじさんのことは忘れる。スピーカーさんのことは忘れるね。